はい、どうも、ミヘロジさんです。喋りたいこと二つあるんですけども、一つ目、失敗小僧さんがですね、言うたら、配信をしばらく、お休みするということで、別にチャンネル版とかではないけれども、まあ、炎上祭りみたいなのがあって、いうことは、お話しされてましたね、と。ユタポン関係の感じかな。で、まあ、なんていうんですかね、まあ、叩きすぎだみたいな感じでちょっと擁護した結果、まあ、それに対するこう、火が燃え移ってというところで、まあ、炎上祭りと低評価祭りとあって、まあ、短期離脱とバッド評価の多さっていうので収益が激減しましたというところで、ちょっとしばらくそれを立て直すために、テコ入れも兼ねて、お休みされるということで、まあ、それが1週間になるのか、1ヶ月になるのかっていうのはちょっとよくわからんけども、というような、旨の動画を拝見しました。私個人的には、失敗小僧さん大好きで、最近は、自分がこう、言うたら動画バカすか作ってる関係で、あまり見れてないというか、興味があるものに関しては見に行ったりとかするんですけども、まあ、個人的には、全般的に好きです。キャッチーなって言ったらあれですけども、言ったら、ルックスを売りにはしてない、3枚目、ですと。で、まあ、婚活うまくいってないというところも共通点ですし、まあ、お仕事も、30代ぐらいから窓際でっていう話も、まあ、メンヘラおじさんも、ずっと窓際にいるんで、その辺がすごい、こう、まあ、自分と多分、年20歳ぐらい違うんで、まあ、自分の将来目指すべき像であるとともに、そういう喋り一辺倒でも、言うたら、10万人以上のフォロワーがいらっしゃって、まあ、運営されてて、日々アップされてるっていうのはすごいなと。で、しかも、まあ、個別で、そういう大学院に行ってはったりとか、まあ、司法書士っていう資格を持ってらっしゃるというところでですね、言うたら、一個人としても、すごい向上心に溢れる、まあ、向上心に溢れてるかどうかわからないですけども、私から見たら、すごいなと思う方なので、そういう方が、チャンネルを、まあ、休止されるというような事態になったところが、まあ、この、なんですか、人気商売というか、YouTube の、まあ、言うたら、YouTube 収益でやってはる、まあ、私も含めてなんですけども、まあ、宿命なのかな、とは思うところではございます。が、そうですね。スパチャとかもなんかあんまり受け取らないみたいな、スタンスだったと思うんですよ。そんな高額のものもらっても返せるもんないですわ、みたいなことを見たことあったりとか、まあ、なんていうんですかね、まあ、メンバーシップもされてないですよね。で、個々別で、まあ、コラボとかはされてますけども、そこら辺のお金絡みについてもすごいクリーンな方なので、なんかイズムがあってされてる方なんだな、というふうに思ってたんですけども、ここに来て、その炎上とか、その広告収益に頼るというものに、ちょっとぐらつきが来たのかな、というところで、今後の動向は、もう自分もやっぱ、目指していた身としてはですね、どうされるのかなというところはちょっと興味があります。まあ、これをきっかけに自分のことを好いてくれる人に多分1000円とか2000円のメンバーシップやったら多分結構な数が集まると思うんですよ。10万人中、どうなんでしょうね。4、5000人ぐらいは、まあ、毎日の動画の再生回数が多分半日ぐらいで5000人ぐらい見てはるん、5000再生ぐらいあるんで、多分5000人ぐらいは、もう言ったら日々積極的に追っかけてるそうなんで、多分1000円、2000円は出すと思うんですよね。って考えたら、それだけでもまあ言ったら500万とか、まあ500万とかって言ったらちょっとなんか、でかすぎる数字になったり、ね、おじさんも、まあその辺のところはちょっとよくわからないですけども、でもその積極層の5000人のうち、今言ったら広告収益が止まってしまうことによって、動画を休止されるぐらいやったら、1000円ぐらいカンパ済んでみたいな、月1000円ぐらいでカンパ済んでっていう方多分結構いらっしゃると思うんですよ。だってそれで、なんですかね、500人ぐらいが、メンバーシップやりますって言ったら、まあ、50万、でしょ？で、YouTube の方が2割か3割、ピッ、跳ねして35万ぐらいでしょ？多分、500人どころか1000人ぐらいは多分、振り込んでくれると思うんですけどね、1%、登録者の1%ぐらい、ですかね。
おじさんが今800人ぐらいで、多分 1% に当たる7、8人ぐらいがなんかおごってくれたりとか、まあ、なんていうんですかね、物くれたりとかっていうことをしてるんで、1% ぐらいなんちゃうかな、と考えると、やっぱり1000人ぐらい、全然、そういうメンバーシップに入ってくれると思うんですよね。であるとか、なんかそういう形でこう収益が安定化してくれば、またやり直しというんですかね、もう一度こう、まあ、低評価の嵐が薄れてきたらですね、やれるんじゃないかなという、まあもちろんその歯に詰め物を詰めたような形になるかもしれないですね。炎上を避けて喋らないといけないとかっていうところで、避けないといけないかもしれないですけども、それでもそのメンバーシップであったりとか、まあ言うたらスパチャを言っていただくっていうような形にすれば安定するんじゃないかなと思います。で、まあ、警備員の道とか、なんていうんですかね、司法書士としてお仕事をするとか、多分いろいろ、手はあると思うんですけども、多分一視聴者として僕自身は、司法書士の仕事をされるっていう意味では、されるんであれば、なんかその、司法書士系のなんかこう、チャンネルとは言いませんけども、なんかそういうのが見れるっていう期待感はあるんですけども、ちょっと警備員関係になってくると、なんていうんですかね、ほんまに労働っていうのが、まあ、別にそういう関係でやってはる方もいらっしゃるんです。警備員やりながら、YouTube、上げてますみたいな感じでやってはる方もいらっしゃると思うんですけども、それ編集とか、なんか、その、労力を考えると、警備員にすると、ひょっとしたら時間的に、その、割かれる時間が多くて、なんていうんですかね、視聴者が求めてる、その、量の、動画が、こう、もらえないかもしれないっていうところで、そんなんやったら、一人500円とか1000円でカンパ募ってくれたら、その分の収入ぐらいはなんとかしますぜ、みたいな感じになるかも、なとは僕、思ってます。うん、まあ、それは、まあ、勝手な妄想ですけどもね。司法書士の、なんかね、そういう話で、なんか、かよまりの先生とも、なんか、ツーショット、されてたような、なんか、動画じゃないですけど、なんかそんなんあったりしたんで、なんていうんですかね、そういう、司法書士関係の話であれば、多分、皆さん見ると思うんですよね。司法書士であるってことはもう十分認識されてる中で、そういう、言うたら法的な、頭でいろいろ考えてらっしゃるっていうところも、一つの魅力だと思うんですよ、失敗小僧先生は。なので、そういうよう、まあ、どういう形にされるかわかんないですけども、まあ、できるだけ早くって言ってしまったら、また、まだ炎上が収まってなかったり、収益の関係でっていうことなんでしょうけれども、マイペースで、なんか、まあ、また、面白い話とか、まあ、いろんな記事の、言うたら、まあ、調理していただいて、先生なりの、こう、解釈でですね、お話しいただければな、というふうに思って待っております。はい。というところで、一本動画終わります。